はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。まあ、前回ねガブリエルを使ってボスギかなまで行けて、で今回もねラスゲまでは行けたんですけども、結局真ん中の竜の処理がミスってしまって負けてしまったんで、今回はユグ彼女にね全てをかけて伊達政宗までやっていこうと思います。ユグなんですけども、超アンチウィンドウ持ってるんで、ビーラみたいに毎ターン加速した状態で動けるんで、まあ、ガブほど速くはないけども、まあ、使っててそんなに悪い印象は受けなかったって感じですね。これ全処理したいよね。というわけで、ユグ仕様でやっていこうと思います。で、別にこれって、勝てたから調子こいてユグ使ってみます、ガブ使ってみますじゃなくて、単純にガチ編成です。まだ勝ってません。今これね、トラベルベル使って、今日1日か。1日のラスト1回やってます。今んとこ負けっぱなしだったんで。で、ユグでがっつりこれは削りたいところなんだよね。これはね、ガブと一緒。しっかり削ってあげる、ここで。さっきのね、2手目の処理でうまくいってくれれば、ほんとクブクリンぐらいでこのぐらいは削れます。あ、これ削りいい方かな。まあ、でも1発か2発は絶対弱点入るんで、かなり悪くないです。はい。で、抜けるときの注意。これはね、ガブリエルを使ったり、要は状態上回復持ちを使わない場合。おっと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 。あぶねえ。いい残し方するじゃん。はい、ここですね。あ、でもビーナーの場所が最悪だな。でも友情で倒しちゃうか。でもしゃあないか。しゃあないね。どうしようもないもんね。はい。ビナーの場所がすごく悪いんですけども、やっていきます。弾かれてくんねえかな、うまい具合に。あー、めり込んでる。これだとね、状態上回復できないんだよね。あ、オッケーオッケー、上開いた。まあね、一箇所開いてくればそれでオッケー。今の状態だと、次のターンでね、状態上回復が誰にもかけられないんで、まあ完全に負け隠しちゃうんですよ。だから、助かった。いや、ちょっと待って、1P は、OKOKOK。うん、次で処理しよう。で、ユグのいいとこなんだけど、トライブパルスを使ってるんで、上の翼竜、確実に処理ができます。なので、もう確実っつってもな、これで上から回ってこれないかな。あ、来た来た。まあ、こんな感じでね、翼竜の処理に関しては、かなりやりやすいです。ただ、配置によるんだけどね、一番近い敵にトライパルスが飛んでってしまうんで、狙った敵を処理することはできません。結構配置ゲーですね。いや、ユグ触ってない。終わった。いや、終わってないけど、まあまあまあ、こんぐらいだったらまだいいか。ああ、そこに止まってほしくはなかったな。まだギリ真ん中抜けれるかな。で、基本的にまあ攻略としては3フレだよね。本当に3フレ。ああ、3フレ弱点ができればいいんだけど、結構難しいんで、とりあえず3フレでいいと思います。これも微妙だよな。角度きつめの方がいいかな。きつめに行くとね、案外弱点拾ったりする。ただ出れない場合もあるけど。いや、これやばい。これはまずい。あ、でもいい具合にどかしてくれたかな。 1P の当たり判定よくわかんないんだよね、これ。見えない。あ、まあまあまあ、仕事としてはいい感じかな。で、ぐるぐるマンはね、本当に削りは弱いから、そこら辺は期待せずにいきましょう。でも、ここは抜けれたかな、これで。ガブ抜け。そうだ、ガブ抜けでいいか。次耐えれると思うんだけど、ビナー抜けはよろしくないんで、このままやっていきましょう。ちなみに、根っこ、ダメージ入んないです。これはね、ガブリエルのメテオも毎回思ってたんですけど、まあ、やっぱりかって感じでダメージ入んないですね。ただ、
真ん中に、ラスゲーの真ん中に出てくるリヴァイアさんにぶち込んであげれば、リヴァイアさんは一瞬で溶けると思う。リヴァイアさんなのかな、あれ。まあ、水の翼竜。あ、ちなみにこの動画は、まあ、ボスにまで行けりゃ、アップするかもしんない。はい、弱気な発言やめよう。弾だよね、弾。お、いいね、ワンセット。で、抜ける手なんだけど、ここだね。HP。ここでゼガヒでも抜けたい。まあまあ、これ SS かなくていいかな。OK。状態上回復持ちを使わないパターンのボスだと、その状態上回復を持たないキャラの番で抜けてあげてください。これは確実です。回復優先するか。あー、ちょっと期待以下だったな。さあ、貫通タイプの見せどころ。これね、角度ね、弱すぎると下で止まっちゃうんで、あー、これは良くないやつだね。上でね、チャカ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 してなければもうちょっといったかもしれないけど、まあ、しゃあないね。とりあえずサンフレしてしっかり解除。上に来ないな。弱点が欲しいところではある。いや、削れね、ほんと硬いよね。何なんだろうね、このボス戦は。癒しすぎておかしくなりそう。あー、サンフレしづらいな、また。横で上がってけばワンチャン拾えるかな。あー、ビナ SS 使います。で、若干角度きつめで。焦った。いや、マジで今の焦った。今なんで角度きつめにしたかっていうと、あの左側にね、入ってしまってコン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 で上に抜けるを防止するためです。ただまだ使いたくなかったんだよな。で、ここなんだけど、倒すキャラクターの同時処理の回数によって減速壁の状態が変わってしまいます。なんで一発目ユグ行っちゃうと多分全処理しちゃうんだけど、でも行こうかな。奇数なんだよね、今。行こう。そうだね、テンパって処理できなくなるよりはいい。というわけで、この時点でこれが動画になることは確定したんで、ご了承ください。いやー、でもユグの解除がしづらいんだよ。さっき前回もね、こうなったんだよね。ほんとやらしい。おお、解除した。ほんとね、ビーラ好きになってくる。ただその位置は危険だな。とりあえず壁から抜けようか。貫通タイプはね、結構壁に行っちゃいやすいんで、あ、でも多分行っちゃうな、これ。一手捨てるか。でも、ここのステージで一手捨てるのはさすがにきつい気がする。2P の位置が死んでんだよね。そのうちウィンドウで飛ばしてくれると思うけど、まあまあまあ、いいや。一発。あ、終わった。あ、終わってない。よかった、ビナーだ。まあ、3P はいいよ。いや、次ね、ビーラーと思ったから結構積んだと思った、今のは。え、使っていきます、もう。理由はね、前回ストライクショット使わずに負けたんで。
それは避けたい。あーまあまあでもいい仕事したかな。ストライクショットにしたら削ってないイメージだけど、でもこれでも十分なんだよ。多分弱点一発分以上は稼いでくれたんで、かつ3ターンあればまあまあまあいけるでしょう。それともう一個注意点、2P の動きとしては確実に遊具をもちろん解除はするんだけど、ビナーも解除してあげないとその次の次の手で積んじゃうんで、そこも意識した方がいいです。残り2ターンでしょ。いや使わなくてもいけそうなんだけど、いやいける、これはさすがにいける。そのための貫通タイプだ。よし、教えてくれなくていいよ。はい、でここ抜けるときさっきと同じく HP で抜けましょう。 HP か遊具。うっそ、やばい、それはまずい、それはまずい。油断した、あー油断した。うわ処理できなかった、マジか。あれ混乱が来ない、これで抜けるとまずいんだよね。そうこれで抜けちゃいけないんだから、削っとこう。いやうーんそうだね、削っとこう。あ混乱来たわ、あーやっぱ来たか。真ん中の翼竜が、これとガブだと完全に積むんですけど、いや触ってくれ触ってくれ頼む触ってくれ、いや触ってくれなかった、マジか。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。次回こそ勝ちたいです。終わった、ほんと自信なくした。いや自信なくす、バイバイ。